くときはいろんなものが詰めますんで、まあ、そんなとき持ってくものですね、まあ、フライパンをご紹介します。これはですね、まあ、これもやっぱり使ってる人結構いると思います。非常に優秀ですね。モンベルのですね、僕クッカーでモンベルと実はこれしか持ってないんですが、モンベルのですね、焦げ付かない加工されたフライパンでございます。大体ここからここまで18センチぐらい、ですので、まあ1人ないし2人のですね、まあハムエッグとかですね、まああとはまあこれで汁物は作んない方がいいと思いますが、まあパエリアとかね、まあ作ってる方の動画を見たことあります。大体焼き物関係は、まあ、これでいけちゃうんじゃないかと思います。この凸凹具合がですね、割とベーコンとか焼くときはですね、非常にカリッカリに焼くことができます。これはですね、組み合わせとすればですね、結構大きいクッカーの底にまあパカッとこうはめちゃうのがですね、一番持ち運びいいんですが、まあ、僕の場合はですね、先ほどのメサロのストアウェイですね、これがですねピタッと入るんですね。まるで既製品のようなですね、もうほとんど隙間がないんですが、まあちょっと削れちゃうのなんで、ここに保護の段ボール敷いて、まあこういうふうにやって持ち運ぶようにしてます。そうするとですね、このストアウェイポット、まあ、フライパン機能がないので、まあ、これとこれ合わせることでですね、まあまあほぼもうこれで OK と、まあ、いうような組み合わせになります。ただまあいかんせん両方合わせるとですね、もう軽くですね、何キロあるんだろう、まあ、1.5 キロぐらい、そこまでねえかな、 1.2、3キロあるんで、まあ完全これはもう車で移動用ですよね。うん、まあでも非常に優秀なフライパンでございます。フライパンってことで言えばですね、まあ、何気にですね、まあ、パーンとやっちゃいましたけど、これはですね、まあ、某100均でですね、まあ、実はここに絵がついてるんですけど、まあ、絵をですね、まあ、外しちゃって、ここにステンレスのですね、まあ、ボルトナットでですね、穴を埋めてます。これ皆さんもですね、見たことあると思うんですけど、売り場ではですね、こうぶら下がって売ってるんですが、強火はおやめくださいって書いてあります。大体ですね、アウトドアの場合、まあ、バーナーでやる人とですね、焚き火でやる人いるんですが、まあ、僕の場合はそれが半々なんですけど、まあ、弱火強火とかですね、めんどくさいこと言ってるの嫌いなんで、まあほとんど強火で一発でやっちゃうんですが、これ先ほど申し上げました通りですね、強火はやめてくださいって書いてある割にはですね、結構強火に強かったりします。まあ、多分当たり外れがあるんじゃないかと思います。これはですね、炭の中に突っ込んで使ったこともありますし、先ほどお見せしたですね、プリムスの P153 ウルトラバーナーの何千カロリーだっけ、まあ、とにかくすごいんですけど、あんなにもびくともしません。まあ、ただある日突然バリバリ剥がれてくるっていう可能性もあるんで、まあちょっとケアしながら使ってますけど、まあ、100円にしちゃですね、まあ、非常によくできてると思います。まあこれをですね、マルチプライヤーとかでですね、まあ、こういうふうにやってですね、乗っけたり外したりってことをやってますんで、とりあえず絵はいらないということで取っちゃいました。これ案外おすすめだったりします。あとはですね、ついでにご紹介しようと思ってさっきですね持ってきたんですが、こんなのがあります。きなりの麺の袋、これはですね、全部カブママさん、まあ、私の奥さんなんですが、カブママさんはまあ、こういったもののプロですんで、作っていただいたんですが、何が入ってるかっていうとですね、まずこっちなんですが、ああと思ったと思いますけど、100均のですね、芋のシリーズですね、はい、これが丸い、フライパンです。これが角型のフライパン、まあ
なんていうんですかね、まあ鋳物を、まあ鋳物のですね、まあダッチオーブンとかですね、まあコロダッチオーブンとか、まあいろいろあのスノーピークユニフレームのですね、そういった優れた商品が出てるんですが、なかなかこの100円、まあ僕が買った時はこれ100円じゃなくて200円だったんですけど、まあ侮りがたくですね、まあこれもキャンプにですね、まあ一人でやっときは持っていくようにしてます。ただね、実際あのキャンプ行くと案外使わなかったりするんですよね。ただまあ非常に安いんで別に持ってても邪魔じゃないんで、まあこれは持ってます。で最近ですね手に入れたのが、まあこれはもう古いんですけど、最近手に入れたのがですねこちらでございます。これもですね、まあ鋳物です。これもあの某100円ショップで買ったんですが、まあフライパンもですね、まあ、こっちはあの縦で使うんですね。ここに入りますから、これはですね横です。まあ、こういうふうに使います。なんでこっちにしたかっていうとですね、ちょっと一つあの宇都宮に住んでる人間ならではの悩みっていうのがありましてね、こっちも非常によくできてるんですが、これ多分ね、卵焼きとか作るときはいい形なんですけど、あの僕のすごく好きな餃子を作るときですね、個数が乗らないんですね。まあ、これだと 1,2,3 まあ乗せて4つぐらいなんですが、5つ乗るかな。宇都宮餃子って結構ね、あの大ぶりなものが多いんで、これだと4つしか乗りません。ところがですね、こっち、まあ、若干縦にですね、まあ、幅はないんですが、まあ何せあの長さがですね、だいぶ違います。まあ、こんだけ違いますので、餃子がですねこれ6個乗ります。宇都宮はだいたいですね、餃子ってのは6個が基本になってますんで、まあこの幅もですねちょうど餃子の幅で、こっちの横幅もですね6個分の幅、まさにジャストサイズですね。これはですね、まあ、100円ショップで、まあ、200円、こっちは200円ですけど、こっち400円値上げになってました。まあただですね、こんなものはあのまともにあのホームセンとかですねデパートで買うと何千円ですから、まあ、400円ラッキーってことで思わず買っちゃいました。このケースに戻りますけど、まあ、ここにですね、カブママさんに同じく作ってもらった、まあ、取っ手、これ皮ですね、まあ、皮巻いてもらったんですが、まあ、取っ手があります。まあ、これをですね、まあ、こんな感じでなんか自分でこう満足しちゃってるんです。まだ一回も使ってないんですけど、まあこれをですね、まあ、今後のメインに使っていきたいなと。大体僕の場合焼くっつったらですね、まあ肉か餃子どっちかなんで、まあどっちかっつったらどっちが美味しいかって好きかっていうと餃子の方が好きなんで、まあほぼこれでですね、もう餃子専用マシンですね、餃子くん1号とか、まあそんな風な感じでですね、まあ、今後使っていきたいというふうに思います。はい、フライパン関係は以上ですね。あとねこれ、まあ、これも食器っつうか、まあ、まあ微妙なあの、カテゴリー分けの一部なんですが、シェラカップですね。まあこの際も一応持ってるよというような意味でですね、お話しさせていただきたいと思いますが、まあこちらはですね、ステンレス、両方ステンレスですね。あの別にチタンでもステンレスも何でもいいんですけど、まあこれポイントで買ったんで、ちょうどポイント消費するのちょうど良かった値段だったって買ったっつだけです。これがですね、まあ僕にしては珍しくスノーピーク製品で、こうメモリがついてんでいいんですね。ですからですね、これはソロキャンプとかに一切持っていかないんですけど、持ってったか、この間野宿の時ですね、これ皿代わりにして食ったんですが、まあそういった使い方が多いですね。あとは直接まあ湯沸かしてコーヒーぶっ込むとかですね、まあ主にそんな用途です。こっちはですね、ちなみにカブママさんのやっぱシェラカップなんですが、まあスノーピークとまあほぼ同じ容量です。ただ高さが若干こう低いですね。でこれが一番いいのはやっぱりハンドルがですね、こうフォールディングになっていると、まあいうようなところですね。
これだと非常にですね、まあ、コンパクトに収まる。これはちなみにエヴァニューですね。やっぱりね、こうしてみるとエヴァニューって素晴らしいですよね。僕はあの子供の頃からありますけど、まあ、エヴァニュー製品っていうのはですね、まあ、僕にとってまあ影のナンバーワンですね。まあ、表のナンバーワン何かというとですね、そうですね、今んとこはまあ MSR 関係ですかね。はい。まあ、一応これご紹介です。続いてですね、これ最後になります。本当あのビデオ長くなっちゃって申し訳ないんですが、もう一つ、まあ、クッカーではないですけどポットですね、まあ、やっぱりまあ、僕の場合どっちかって言ったらですね、まあ、焚き火とかですね、まあ、そういったものが基本というか、まあ、そっちの方が好きなんでそっちに適したポットを持ってます。っていうかそういったポットしか持っておりません。これもやっぱりですね焚き火専用のポットになります。もともとここのところはですね黒いプラスチックだったんですね、つまみが。で、まあ、ただ焚き火の中にぶっ込むことが好きなんで、ここをですねつまみを変えてます。ここステンレスのつまみにしてます。あ、ステンレスかどうかわかんないんですけど、僕昔ギター、まあ、今も やってんですけど、そのギターのストラップのですね、留め金ですね、あれがちょうどいい大きさだったんで、いわゆるギターってエレキギターってやつですね。フェンダーのストラットキャスターの、手元側のストラップ止めをですね、外してくっつけてます。先日のですね、ファイアボックスを、使った時の動画にも登場してますけど、まあ、これぐらい容量がでかいです。大きさはですね、具体的に申し上げますと、ですね、これライテックのケタル&パンがですね、まあ、約900ぐらいの大きさなんですが、これがですね、まあまあ、スプレー入っちゃいます。まあ、これが本当すっぽり入っちゃってですね、さらにビルトインが可能と、まあ、こんな容量ですね。ということはまあこれ自体がですね、まあ 1100cc ぐらいあるんじゃないかなと。あ、もっとあるか。トレック1400入っちゃうんだから、まあ、やっぱり1500、まあ、1600cc ぐらいにあると思います。まあそういった意味でですね、これがやっぱり縦にこう絞られてません、テーパーになってませんので、絞られてませんので、まあ、いろんなクッカーを中に収めることができます。また同時にですね、先ほどご案内したですね、まあ、こういった袋麺にですね、こういったカップヌードルのリフィールですね、まあ、これを入れたりですね、まあ、こんなものを入れてですね、持ち運ぶことができると。まあ、調理しないと、要はお湯沸かすだけだというふうに割り切ればですね、中に入れたこういったものとこのポットで十分でございます。あとですね、極端な話、まあ、僕もちょっと時間がない時とかですね、野外でご飯炊きたくないんですが、そういう時はもうこういったものですね、温めるご飯、商品名はですね、まあ、いろいろあるんですけど、これがすっぽり入っちゃいます。すっぽりというかですね、まあ、若干出ますけど、まあ、これがすっぽり入ってですね、お湯を沸かすことができると。で、ここの空いたスペースのところですね、例えばボンカレーとかですね、レトルトのカレーとか、まあ中華丼の具とか、まあ、ここに入れてですねやると、まあそれだけで、できちゃうんですね。まあ非常にこの大きさっていうのはですね、一見大きく見えるんですが、まあ、使いやすいです。ただ唯一の欠点はですね、重さとかではなくてですね、この注ぎやすい蛇口なんですね。この蛇口がですね、
なければまあ普通のクッカーですね。こうやって見ると、まあ、ビリーポットですね。普通に見ればこのビリーポット並みの使いやすさを殺してるのはですね、このニョキッと立派な部分ですね。こうやって触るといやらしいですけど、まあ、このまあこれも悪いことばっかじゃないですね。お湯が沸けばですね、まあ、合図としてここからゴボゴボ出てくるんで、まあそれが目印なんですが、まあやっぱこうしまう時のことを考えると、この部分がですねどっかにこう他のものに干渉してしまうということがあるんで、ちょっと収納もしくは持ち運びの時に気を使うというのが欠点でございます。はい。そして長々とですね、動画を見ていただいて大変恐縮でございますが、最後になります。最後はですね、ちょっとまあ、専用袋なんてないんで、僕が勝手に作ったやつなんですけど、ちょっとご紹介をさせてください。これはですね、もう皆さん見た通りお分かりだと思います。スノーピークのですね、非常に優れた食器を作ってますが、その中でもですね、最も僕は優れてんじゃないかなと思うのがこちらですね。ケトル、ケトルナンバーワンとかっていう、分かりやすい名前なんですが、これは先ほどのですね、焚き火ケトルと違ってですね、注ぎ口がですね、まあほとんど出っ張ってないと。でさらにですね、ここが寸胴ですね、延直状にこう伸びてますんで、非常にですねお湯の容量も入ります。これが約ですね1リッターぐらい入るのかな、測ったことないですけど、まあこういった取っ手とですね、まあ、これが出てますんで、まあ、もちろんこれをですねビリポット代わりに使うことができます。まあ僕ビリーポットは別に持ってるんで、これを焚き火にくべたことがないからですね、まあ、非常に綺麗なままなんですが、ガスでやってるだけなんで、ちょっと今バックパックのですね構成を変えようと思ってるんで、まあ、今後これをですね焚き火缶の代わりにですねちょっと持ち歩きたいなと、ソロの場合です。はい。で先ほどごちゃごちゃ出したのはですね、これなんですね。スポット入るんですが、まあ皆さんご存知の方いらっしゃると思うんですが、私まあ、アウトドアのストーブ、ウッドガスストーブとかですね、ネイチャーストーブ作るのが、まあ、趣味でございます。まあそういったビデオもメイキングを作ってるんですが、実は今作りかけなんですけど、このケトルナンバーワン専用のですね収納ストーブですね、まあ、ちょっと収納まではいかないんですけど、こっちがでかいんで、これはですね、まあいい機会なんで紹介させていただきたいと思います。あ、ちなみにこれはね、カーボンフェルトね、一応ちょっと燃やすときには下に敷くんですけど、こういったものを作りました。ここでちょっと紹介させてください。ちなみにですね、部品を分解しますと、これが L 型のステーですね。まあホームセンでですね、これステンレスですけど、まあいくらぐらいだろう、400円か500円かな1本。うん。で、まあこれをですね、まあ単純です。まあこういうふうに、まあ X ですね、まあ、向こうから見るとこう十字ですけど、まあこんなふうに置いてですね、これがですね、まあ僕が一番よく使う部材なんですが、100均のですねケーキ皿、まあこうなります。まあ穴はですね大きい穴と、まあ対角のですねちっちゃい穴を開けてます。これをですねパッとやると、まあちょうど切り込みを入れてるんで、非常に安定してます。ずれません。はい。まあ、こんなもんなんだけど、まあ一回はまっちゃえばずれません。結構高さもですね、まあ、あるんですね、まあ、最低の高さはキープしてます。まあ燃料なんですが、まあ、基本的には固形の燃料を想定してるんですが、まあ、こういったもの、まあ、これも自分で開けたやつなんですが、まあ、この皿の上に固形燃料を乗せてですね、まあ、こんな感じで温めるんですが、高さが足りないと、
いう部分で言えば上昇気流が弱くなる可能性があるので、まあ、間違いなく弱くなりますが、絶対この高さを使うには五徳が必要になります。五徳はですね、これステンレスのステーですね、長さはだいたい10センチぐらいだと思いますが、これ切れ込み入れてますんで、こんな感じでですね、五徳にして使うんですね。ハスから見るとこういう風になると思います。シェラカップぐらいのちっちゃいやつはですね、これを内側にですね組むことでちょギリ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 だな、ここだな、これがちょうど乗るサイズになります。これが開いてる状態だと乗らないです。これを内側に、これ結構しっかり倒れます。ちょっと乗るようになります。もっと大きいクッカーを使う場合はですね、これを外に開きます。これ乗せればですね、重さで固定されますんで、例えばこれですよね。こうすることでですね、ちょうど隙間が1センチになるように、計算して掘りましたので、上昇気流をですね極力殺さないようにですね、隙間こんな感じですね、これぐらいでしたらですね、小枝しか燃料には使えませんけど、これぐらいの1リッターぐらいの容量はですね、落ちてる枝で沸かすことができます。もちろん中にですね、固形燃料、あとはアルコールストーブとか、入れれば間違いなくですね、約束したようにお湯は沸きます。ちょっとですね、これをメインに使おうと思ってるんで、こんなストーブをですね、作ってみました。全てビルトインと、いうことが、できる。ただこれだけね、なかなか入らないんですけど、だいたい、こんなもんでできた。以上でございます。いろいろ見ていただいてですね、長々と見ていただいて誠にありがとうございます。またですね、新しいものを、買ったらしばらく買えないと思うんですが、またご紹介していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。